check the mic and make sure it sound right, boys. え、皆さんこんにちは。売り上げチャンネルの新沼です。今日はね、ちょっとあのガレージで、このいつも使ってるヘルメット、あの V クロス、これのね、あのちょっと掃除をしようかなと思って、まあ、内装外して、ちょっとね洗っていこうかなと思った時に、あのふとちょっと思ったんですけど、これこのタグ、これね、あの緊急時用に、緊急時に転倒してあのこう倒れてるライダーからヘルメットを脱がす時とかに、あのこれを引っ張るとチークパッドが外れて、ヘルメットが脱がしやすいっていうやつなんですけど、これまあ知ってる人多いと思うんですけどね、これ試したことないくないですか皆さん。で、僕もこれ一回もやったことなくて、本当に外れるのかなと思ってちょっとね、あの試してみようと思います。まあただそれだけの動画なんですけど、一回かぶりますね。はい、かぶりました。で、これ多分顎ひも外してこう引っ張るにしても、ちょっと首とか痛めてると結構きついんで、あのやっぱり危ないですね。で、そんな時にこれを引くとどうなるのか、これを引きます。おお、取れた。ここ持ってこんな感じ。おお、取れた。ちょっとグッてなっちゃいましたけど、おお、すごい取れる、普通に簡単に。いや、これいいですね。ちょっと初めてやったけど結構簡単に取れるし、もしあのちょっとね、若干これを引っ張る方向とか仕組みが分かってないと、もし自分が誰かを助ける場面の時にですね、引っ張り方分かんなくてこう変に揺らしちゃったりすると良くないんで、やっぱこれちょっと一回やっといた方がいいですね、皆さんも、もし持ってる人いたら。で、あのこれ一回やったらなんかどっか壊れちゃうわけでもなく、あの再利用はね、何回でもできますね、この感じだと。で、引っ張った紐は中に引き戻して、ここにこうやって入れとけば、まあこれで OK。 簡単、すごい簡単です。これいいですね。あの多分海外製のだとこういうのついてないの多いんですけど、あの国産、特にね、新井さんのはこういう機能ついてるんで、あのぜひこれがついたヘルメットをね、特にレースする人は被った方がいいと思います。で、あのあともう一個ね、ヘルメット脱がすといえば、これヘルメットリムーバーなんですけど、あのロードレースなんかは結構義務付けられてて、僕もあの CBR で筑波選手権とか出るときはこれつけて、さらにこういうロードメットかぶってます。で、スーパーモトはこれは義務付けられてはいないので、あの被らなくてもいいんですけど、でもこれってやっぱり脱がすために、ヘルメットで、ね、安全に脱がすためのものなんで、あのこれがこのタイプのヘルメットの人は、ね、これしなくてもいいと思うんですけど、そうじゃない人はこれつけた方があの安全だと思います。ただこれね、何が嫌かって、あのちょっと見た目がねやばいんですよ。いきますよ。こうなんですよ。こうやってかぶる。こうなん、こう、これ嫌なんですよね。で、これレース前にマシンの横でヘルメットをかぶる前に一回この状態になるじゃないですか。で、すごいすごい集中してるんですよ、こうやって行くぜみたいな。で、なのにこれじゃないですか。だからこれがすごい嫌で、でも転んだら、転んで気絶したら脱がしてもらいたいんで、これを買ったみたいなとこもあります。はい。で、これもね、僕そういえば
まあ、見た目ばっかりバカにしてますけど、これ試したことなかったんでちょっとねやってみます。本当に脱げるのか。きつ。はい、かぶりました。で、あごひも取ってこれを、これはちょっとヘルメット飛んでっちゃいます。うわきつ。一応ね、取れましたけど、こっちの方がかなりこの辺にあの負荷がかかります。結構引っ張んないと取れなかったですね。これをまあ2人いてこっち軽く引っ張りながらもう一人が脱がせればいいんですけど、1人で脱がすんだったらこれよりもこっちの方がいいですね多分ね。ちょっとこれもねロードタイプですけどついてるんで、ちょっとこっちも試してみます。はい、ここを一度引っ張り出して、ちょっと硬い、あ、こうか。おおおおお、なんかおお、そしてなんかちょっと違う音がする、モトグロスと。おおお、あ、すげえ、これここも取れるんですね、ここも。ほらほら、あ、だからバキバキって言ってたんだ。でもこれだとあのヘルメットリムーバーよりこっちの方が断然力がかからず脱げます。ちょっとねあの動画ネタにいいと思って、しかもやったことなかったんでやってみたんですけど、これすごいいいですね。あのまあ絶対こっちの方がいいです。まあでもロードの人は多分あのレギュレーションっていうかルールでね、これ装着ってなってる時はまあこれ被るしかないんですけど、そうじゃない時はね、まあ、練習の時とかこれしてなくてもこれがあれば全然大丈夫だと思います、今の感じだと。はい、こんなわけでちょっとねこれからこのヘルメット、いつも頭を守ってくれてるんで、感謝の気持ちを込めながらね、ちょっと今日は洗車していきたいと思います。ということで、緊急時にヘルメットが脱げるのかという動画でした。ご視聴ありがとうございました。はい。